画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。ということで、今の時間がですね、3月14日、午前2時なんですけども、コールオブデューティーワールドウォーズにアップデートが入りました。やったぜ。シャムロック作戦だったかな。コールオブデューティー、MWR、モダンオフェアリマスターでもね、まあそういうイベントがあったんですけど、このなんかクローバーがね、結構、このイベントの象徴的な、ものらしくて、まあちょっと詳しいことは僕も把握してないんですけど、とにかく、新しいイベントが来ました。はい、おっちゃん相変わらず声がうるさい。でこのエピックニオムアーマリードロップっていうのが、まず8000何サルベージで買えるっていうのと、あとコレクションの方ですね、シャムロック作戦シャクシャン新武器が2つきました。 LMG の MG81 アイリッシュアイリッシュアイリッシュフォーユーじゃなくてアイウィッシュだっけ、あれは。まあいいんだけど、この LMG と、あと M38 ですね。これは僕知ってて、おはようさん可愛いですね。なんかね、フランス軍のこれ SMG ですね。確か第二次大戦下の、厳密には MAS38 だった気がするんですけど、まあ M38 っていう、SMG が追加されました。この2つですね、 LMG と SMG。 まあ一応ね、どちらもサルベージで解放できるので、アンロックしちゃいます。おはようさん、有効に使えと。レジスタンスが前を待っている。どっちだ、こっちだ、アイリッシュですね。解放させていただきます。ポン。で、まあね、もっとあればお前も半人前の兵士か。うるさい、半人前じゃない俺は毎回恒例なんですけど、アップデートしたてはね、まだこのハワードのおっさんの契約のところがそのイベント仕様になってないんですよ。なんで多分僕が動画を上げる頃にはもう多分イベント仕様になってると思うので、そしたら、おそらく特別指令みたいな感じで、まあ新武器もね、こう試合マルチプレイヤーの試合こなすだけで手に入るようになったりすると思うので、まあそこは慌てなさんなという感じですね。とりあえず今回はこのね、追加された新武器、ですね、慌てなさんなじゃなくておはようございますだっけM38 の、おはようさんを使って動画撮っていきたいと思います。だいぶ夜中なんでテンションがおかしいんですけど、なお面白くないかひろゆき面白いね。まあとりあえず動画撮っていきます。よろしくお願いします。さあということで、画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。使っていきます、 M38 のエピック、おはようさん。数戦使ってみたんだけど結構強い、多分ドットサイトとグリップをつけて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。結構ね、このアイアンサイトがなんかね、若干左にずれてるんですよ、4倍スコープの時みたいに。なんでなんか多分あれ見づらいっていう人いると思うので、個人的にはこのサイト系つけるのおすすめかなっていう感じはしますね。ただこの子ね、まあ、実銃もそうなんですけど、発射レートがね遅くないというか、割とまあ、普通 PPSH ぐらいなんですよ、発射レートが。実銃も、MAS38 がモデルだと思うんですけど、まあ、実銃もね、発射レート割と、実銃の方も割と発射レート早めなんで、まあ、その設定で来るかなと思ったら、案の定その設定でしたね、やっぱり実銃通りの、まあ、発射レートの設定っていう感じでした。なんで、レート非常に早い。で普通にキルタイム早いんで、これ PPSH ワンチャン食うかもしんないなっていうのが今使ってみてる印象かな。正直結構強いよマジで。ラピッドファイアつけてないというか、まだ出てないんで、その辺がどう出るかはちょっと何とも言えないんですけど、今んところは問題なく戦えるというか普通に強いかな。OK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  マジ夜中のね、もうね、眠たエイムなんで、マジで眠たエイムなんで、その辺はうっそ、その辺は許してほしいんだけど、眠たエイムに関してはね、誠に。引いてったな。怖っ。OK。で、また湧いてきそうだね。来るんじゃね？来れねえぞ、飛んできたな。OK。いや、キルタイム早くない？やっぱり普通に。これ全然ペーペー車食えると思うんだけど、グリップとドットサイトでこれなんですよ。なんで、まあ。視認性を優先させて、まあ、ブレを減らしてるカスタマイズでこれなんで、ラピッドファイアつけたらどんなものになるのかな。ブレは結構まあ多そうっちゃ多そうだったんで、その辺は何とも言えないんだけどね。あとまあマズルフラッシュ激しい可能性がある、若干わからん、何とも言えない。ただなんか若干激しそうな気はするね。こっち行こうか。ありがとうございます。おお、気づかなかったのね、それごめんな。バイはしゃがんどったんや。オッケー。なんか SR 使ってる人多くね、さっきから気のせい、俺が当たってるだけ、そういう人と。
あ、強いわ。ごめん、強い。あと一発しかないんだけどさ、強いわ、この銃。なんだろう。LMG とこの SMG が追加されたんだけど、割とこれ、PPSH。PPSH 一択じゃなくなる気がするな。国民突撃銃ぐらいの強さはあるかもしんないですね。そんな気がする。結構強いぞ。そしてまあ、この夜中の2時にもかかわらず、割とエイムも冴えてる気がする。そんなことはないかな。そう思い込ませてるだけ。自分にね。さあ落ち着いていきましょう。ラララ空を越えてわっしょいしょいしょーい。バフったな。でこれをブーンと目の前にいたな今。多分これで倒せるんじゃね。あ、こっち行こう。こっちの方が美味しいですね。いやでもこの銃結構楽しいな、使ってて。今まで本当 SMG ぶっちゃけ PPSH 一択でしょみたいな。まあ PPSH 一択でしょみたいな状況がかなり長いこと続いてたんで、 AR は別ですけどね、 SMG に関してはそんな感じの状況が続いてたんで、これは結構嬉しいかもしれんな。待った、後ろのやつは聞いてね。ナイスカバー。あれどこ行った、どっか行ったな。上行ったか。 OKOK、 この人奪ってあと2キルなんで、ここは SMG で行きたいところっすね。いいエムだったね今の。でもマジで強えわ。ごめん、この朝のこんな時間というか、もう夜中のこんな時間なんで、あの語彙力がマジでないんだけど、強いと思います。はい、まあ2、3戦しかまだね使ってないんで、厳密なねなんか威力とかキルタイムとかはちょっと感覚でしか語れないんだけど、かなり強い武器が追加されたんじゃないかなというふうに思います。あのぜひ皆さん使ってみてください。とりあえずなんかアイアンサイトが多分見にくいっていう人いると思うんで、なんかまあグリップで、レッドドットサイトが最初は安定かなというふうに思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。次は LMG の動画も撮っていきたいと思うので、よかったら見てください。また次回の動画でお会いいたしましょう。小手さんでした。お疲れ様です。あーつぱ、そうかもね、分かった。危ねえ、コンバットショットガンか、怖いな。わっわっわわわわーい MCA。 ちょ一回落ち着いて、一回落ち着こう、みんな一回落ち着こう。俺いないからここに。ああいるんですね、ごめんなさい。